レーシングポイント RP19 は、レーシングポイントが2019年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、ある。2019年2月13日、カナダのトロントで開催された、カナディアンインターナショナルオートショーにて、カラーリングが発表された。前年までのピンクを踏襲しつつ、新たに、タイトルスポンサーとなったスポーツペサの青が、加えられている。 フォースインディアとしてスタートした前年の前半戦は深刻な資金難によりチーム存続の危機にさらされた。夏にランスストロールの父で実業家のローレンスストロールが率いるコンソーシアムによってチームは救済されレーシングポイントとして再出発したことで資金難は脱出したがチーム状況が不透明な時点でマシン開発を始めなければならなかったことから 前年のフォースインディア VJM11 のパーツをいくつか使用し、シャシーも2019年の F1 レギュレーションに合わせて修正を行うなど、コストパフォーマンスを重視した開発を行ったと、テクニカルディレクターのアンドリュー・グリーンが明かしている。フォースインディア時代からのスポンサーである BWT がメルセデス製パワーユニットのネーミングライツ契約を結び、バッジネームは BWT メルセデスとなる。ドライバーはセルジオ・ペレスが残留し、ウィリアムズからランスストロールが移籍した。プレシーズンテストではマシントラブルはなかったものの、前年の資金難に起因する影響で記録及び走行距離を伸ばせずに終わった。シーズン前半だが前年の資金難の影響はいなめず、アップデートの計画はあったが、その実行が順調に進まなかったため、 マシンの戦闘力に苦しむこととなった。開幕戦オーストラリア GP は、ペレスの93進出とストロールの9位入賞で、スタートし、フライアウェイとなった第4戦アゼルバイジャン GP までは、チームとして連続入賞を果たした。だが、第5戦スペイン GP 以降も時折入賞している、ものの、マシン開発の遅れから苦戦。そんな中、第11戦ドイツ GP で、 ボディーワークの変更も含めた大規模アップグレードの導入に成功。その結果、同時 EP の決勝でストロールが終盤のピットインのタイミングが成功したこともあり、4位入賞を果たした。ここから調子が上がり始め、予選では苦戦が続くものの決勝ではペレスが構想するようになり、第15戦シンガポール GP 以外入賞し、コンストラクターズ6位を トロロッソと争っていたが、第20戦ブラジル GP で、トロロッソのピエールガスリーが2位表彰台を得た、ことにより7位に転落。最終戦アブダビ GP で、ペレスが7位に入賞したもののトロロッソを逆転する、ことはできず、コンストラクターズ7位でシーズンを終えた。ありがとうございます。